こんにちは、方程式チューバーです。この動画は令和2年2月25日に行われた大阪大学医学部、歯学部、薬学部他理系の入試問題解説です。解説する問題は数学で第1問括弧2番と括弧3番を解説いたします。括弧2番の問題、 fx とその同関数の極限ですね、リミット x を無限大に飛ばした時の fx、 そしてもう一つリミット x を無限大に飛ばした時の f'x、ただしこちらがとても大きなヒントが書いてあります。リミット x を無限大に飛ばした時の x 分のログ x は0に飛んでいくぞっていうのが大きなヒントです。これを利用して簡単に回答を進めていきましょう。また3番は括弧1番括弧2番を利用してグラフの外形を書こうという問題です。括弧2番は、実はヒントを十分に活用してしまえば簡単にできちゃうよって話なんですよ。ヒントに書いてあるのはリミットで x を無限大に飛ばした時の x 分のログの x って0になっちゃうからね、0に飛んでいきますよっていうヒントで、今括弧1番で、ログの fx イコール x プラス1分のログの x プラス1っていう式が出てきたわけね。この右辺に書いてあるこちらをこの上と同じようにしてリミットで x を無限大に飛ばしたらどうなるのかあったら0にしかなんないじゃないですか。いや、これが少し分かんないっていう人は例えばこう考えればいいですよ。x プラス1を t と言っちゃう、ここも t と言っちゃう、そしたらこれは t 分のログの t になるじゃないですか。でこれはもちろん t を無限大に飛ばす、同じですよね、文字が変わっただけで。そういうふうに考えれば全く同じことを言ってるんだよって話です。ということでここまでまず一つ出てきました。そこで今さ、右辺が0に飛んだことが分かったということは、当然同じように左辺をね、このログの fx をリミット x を無限大に飛ばすと当然0に飛ぶわけでしょ、イコールだったんだから。そうするとこれってどういうことを意味してるのか、要はログの fx を無限大に飛ばすと x を無限大に飛ばすと0になるってことは、この fx は1に飛んでいくってことだよね。それってこの話でしょ、ログの e の1は0だったでしょ。つまりこれログ全体が x を無限大に飛ばして0になっちゃうということは、この fx 真数の fx は1に飛ぶしかないじゃんということで、この話ですよ。よって fx は1に飛ぶよねって話ですよ。1に飛ん、このログの e の1が0なんだから0になってるってことは、要は fx は1に飛んでいかないといけないよねって話でしょ。だから fx は1に飛ぶよねってことで結論です。リミットの fx を fx の x を無限大に飛ばすと1になりますよってことがまず一つ目。では次に f'x の x を無限大に飛ばしましょうよ。で f'x っていうのは括弧1番でこんな式になっていたわけじゃない。そこでこれをこちらのね中身を書き換えていきますよ今から。リミットの x 無限大に飛ばすことの問題はここですよ、ここ。これをまず x プラス1の閉じ括弧の2乗分の1ね、これね、このあとどうするかっていうと、実際にはさ、このあとこういう書き方になっちゃうじゃない。x プラス1の2乗分のログの x プラス1になって閉じ括弧のかける fx になるでしょう。ただこれじゃあさ、今回のおいしいお話が使えないじゃない。おいしいお話って一体何だったかっていうとさ、おいしいお話ってこれさ、リミットの x を無限大に飛ばした時の x 分のログの x って0になるんだよねっていう、これはおいしいお話。それをここにかませましょうよ。よろしいでしょうか。じゃあどうやってかませればいいかを今から書いていくよ。リミットの x が無限大に飛ぶことの、いくよ、ここは変わらない、 x プラス1の2乗分の1マイナス、これ分けちゃう、 x プラス1分のログの x プラス1だよね、かける x プラス1分の1って書いちゃえばどうなる、そしてかける f の x よ。どうでしょうか。ここはするとこれでさ、動かしますよ。するとこれでここまででいいかな。x を無限大に飛ばすとこれって0に飛ぶじゃない。これってさっきのこの約束で何に飛ぶんだっけ、0に飛ぶんじゃん。よろしい。だからこれは0に飛ぶ、これはこれ無限大分の1段になるから0に飛ぶ、さっきのこれは1に飛ぶことが分かっていた。ということでこれどういうふうになる、するとこれってかっこ0マイナス0かける0かける1なんだけど、これは0で終わりじゃない。ということでリミットこちらね、リミットの x を無限大に飛ばすことの f'x っていうのは、0に
なりますよってことが分かりました。さてそれでは3番のグラフだよね。グラフ、増減表1番でやりましたこの話ね。そして2番では今ねお話しした通りですよ、リミットの fx を x 無限大飛ばすと1に飛んでいって、リミットの f'x を、x を無限大飛ばすと0に飛んでいくんだって話から、これ書いていきましょうって話です。こんな風になるんじゃないのかな。ここで見えるかな。これでギリギリ見えますよね。x が、0の時の fx1 だからここになるでしょ。で e-1 の時には e- ここね e-1 の時には e の e 分の1乗だからここね、よろしいでしょうか。上がって下がるから上がって下がる。じゃあその下がり方どうなるのかというと、実は fx をこの関数ね、この fx を x を無限大に飛ばしていくと1に限りなく近づくよねっていう話だから、1に限りなく近づいてるよねって話。じゃあこの f'x が x を無限大に飛ばすと0になるってどういう意味かっていうと、 f'x って傾きじゃない、傾きが0になる、水平になるってことよ。つまり傾きがどん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 水平になっていくということで、グラフはこちらですということで、こちら題文1番の括弧2番と括弧3番の解説、それを終了いたします。お疲れ様でした。